おはようございます。お菓子教室ひつなずた大下香織です。私はお菓子の制作と集客のことについてサポートさせていただいております。ですね、今日またライブを始めることができて感謝やなと思っております。きのこさんおはようございます。いつもねお野菜をね、私に奈良からのお野菜を届けてくださるナチュラルきろこさんなんですけど、めちゃくちゃ美味しいお野菜を安く届けてくださる方です。あ、ターミーさんもアトサンテさんもありがとうございます。カプリさんもおはようございます。ですね、あ、初梅さんも皆さん、ミュウさんおはようございます。ありがとうございます。はい、あ、カシケットさんもおはようございます。ありがとうございます。今日、あ、そう、昨日ね、私は昨日はですね、えい、にゃんにゃんにゃん、キャー、クリスマスチキン、こんな感じです。あーって感じ鶏肉、クリスマスチキンです。やってます。よいしょ。という感じで、昨日はねクリスマスチキンのレッスンをさせていただいたんですけど、ご存知の方は知ってると思うんですけど、もちろんすっごい美味しい鶏肉屋さんなんですよね。近くの布施にあって、でなんでこの季節にクリスマスチキンのレッスンをしたかというとですね、6月30日にお店を閉められるんですよ。で、私毎年12月にやってたのをもうできなくなるって知った生徒さんが、一回習ってみたかったですっていうのでお声かけいただいて、じゃあもう6月やけどやろうかって言って募集をかけて、昨日させていただきました。でね、めちゃくちゃ美味しい鶏肉やのに、なんで閉めるかっていうと、まあインフルエンザとかね、コロナとかで売り上げ上がらなくなったのと、でもどうにでもなると私は思っていて、なんかよかったらお手伝いしましょうか、ホームページとか作りましょうかって言ったんですけど、僕はもうそんな苦手やからって言われて、もうそう言われるともうどうしようもなくってお手伝いできないんですね。なんか人ってやっぱりやる気が何よりも大事やなってめちゃくちゃ思いました。すごい残念なんですけど、鶏肉屋さんが閉店します。はい、で、まあ、それが前置きなんですけど、今日のお話はですね、これですね、強くなれる実話、岸田奈美さんの話ということで今日は話させていただきたいんですけど、岸田奈美さんって皆さんご存知の方おられますか？私ね、首が痛くなった話を昨日させていただいたんですけれども、その時にずっと暇なので、Amazon プライムでなんかいろいろ見てた中で、一つドラマが出てきて、 NHK のオンデマンドを見ることができるので、そこで見つけたドラマなんですけれども、これをこうしようかな、でこうよいしょ、この人、岸田奈美さんっていうのはこういうね本を書いてます。私が見たドラマなんですけど、家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だったっていう本を書いてます。で、この人のほぼ実話なんですけれども、もうね、もうなんて言ったらいいんでしょう、もうここに書いてるように、笑えて泣ける岸田家の日々のことって書いてますね。ちょっとここのを読むと、車椅子ユーザーの母、ダウン症で知的障害のある弟、ベンチャー起業家で旧跡した父。なんかね、お父さんがねベンチャー起業して心筋梗塞で亡くなるんですよね。で、弟さんはダウン症で知的障害があって、でお母さんは、専業主婦だったと思うんですけど、お父さんが亡くなったからね、一生懸命自分なりに考えて、生態やったかなを学んだりして、めっちゃ一生懸命努力して家計を支えようとしている中で、お母さんが倒れます。で、急性大動脈解離やったかな、心臓のなんかだと思うんですけど、でだからね、残されるのが子供ですよね。障害、知的障害のある弟さんと奈美さん2人だけが残されるんですけれども、お母さんがそこで手術されて、
下半身麻痺になります。で車椅子ユーザーになるっていうところなんですけど、もうなんかね、もう泣ける泣ける、もう途中まで泣ける泣ける泣けるんやけど面白いんですよ。で関西だからかめちゃくちゃ共感する笑いがあって、あとは彼女の持ってる言葉のセンス、考え方、あとは自由みたいなところでめちゃくちゃ私はね、もうなんか猛烈に引きつけられるように見ました。もうちょっとこの文章を読むとですね、文筆家岸田奈美が綴る楽しいや悲しいなど一言では説明ができない情報過多な日々の出来事、笑えて泣けて考えさせられて心がじんわり温かくなる自伝的エッセイです。目次よりっていうので、まあ最初弟が万引きを疑われ、そして母は赤べこになった。弟さんがね、知的障害でね、ジュースを持って帰る事件があるんですけど、それが万引きじゃないかっていうのでいろいろ出来事があるんですが、これも心がすごく温まります。ですごいこのドラマを見て、さらに私ダウン症の人の素直さとかね、もうなんて愛すべき存在なんだっていうことをなんか理解しました。はい。あとどん底まで落ちたら世界規模で輝いたとかね、まあこの時は多分お母さんが病気、心臓ね、病気になって手術して下半身不随になるっていう出来事ですね。で Google 検索では見つからなかった旅、先見の明を持ちすぎる父がくれたもの、忘れるという才能っていうのでね、すごいなんかね、もう皆さん一回本出てるので読んでいただいてもいいし、 NHK のプレミアムでやってるんかな、やってます。私はオンデマンドで見てるんですけど、で彼女をいろいろ調べていくとね、なんか文章を書くのが上手なんですよね。でこれドラマのこういうの、ついに出会った岸田家と、酒井真希さんがお母さん役ですね。この横にある黒い服着てるのが本当の、実際のお母さんですね。車椅子乗ってますね。で一番左の方に青いシャツで座ってるのが岸田奈美さん。で、その上に、立ってるのが、その奈美さん役の奈々美っていう役で、です。で、すごい私びっくりしたんですけど、これが弟さん、実物の弟さんなんですけど、その役者の方が、ダウン症の役者の方もおられるんやなと思いました。で、これが美穂潤さんがおばあちゃん役っていうね、すごいね、なかなか面白い、いい配役でもあり、面白いです。で、この人の話を読むとですね、私はね、めちゃくちゃ強くなれるなと思いました。で、なんか強くなり方を学ぶことができたので、すごい皆さんにおすすめなんですけど、特にこれが面白かったな、ちょっと待ってね、ちょっとこれを読みたいなと思うんですけど、ボルボを買いますね。これがお母さんね、奈美ちゃんね、で弟さんみたいな感じで、ちょっとこの話が良かったので読んでいきたいなと思っています。はい。全財産を使って外車買ったらえらいことになった。で、ですね、全財産の内訳は、大学生の時からベンチャー企業で10年間働いていて、滴り落ちるスズメの涙をため込んだお金と、こんなもんもう一生かけへんわと思うくらいの熱量を打ち込んで書いた本の印税だ。それらが一瞬にしてなくなった。外車を買ったからだ。運転免許もないのに。調子乗ってんなよお前と思った人も、どうせ私の真似をすれば秒速で車が買えるんですよってやばいビジネスに誘うんだろうと思った人も一旦聞いてほしい。面白いですよね私は私なりに誇らしい使い方をしたのだ。あまりにも誇らしいので、一連の流れを12月6日放送のサンデーステーション
で取材してもらうことになったけれど、時間が限られているテレビでは私の本当の思いが3分の1も伝わらず、ただ壊れるほど散財した女に見えるのではと心配してる。だから一旦聞いてほしい。そもそも誰のために外車を買ったかというと、うちの母岸田博美のためだ。12年前に大動脈解離というやばい病気にかかり、医療みたいなやばい手術の後遺症で下半身麻痺になった。足が全く動かないこと以外は二度見されるほど元気だ。しかし手術直後は、歩けないならもう死にたいと病室のベッドでひたすら泣いている日々もあった。私も泣いた。そんな母を元気にさせたのが手だけで運転できる車だった。そんな車があったんかいなと二人で顔を見合わせた。母は永遠のように長いローンを組んでホンダの赤いフィットを手に入れた。でここでね、動画があるんですよね。このお母さんが車を乗るというシーンが動画があるんですけど、これがめちゃくちゃすごい再生回数らしくて、たくましいですよね。もう本当にこうやってこの台の上に乗って足を入れて乗って、でこの車椅子も自分で持ち上げて車の中に入れます。皆さんよかったらこの動画後で見ていただいたらなと思います。はい。でそのままちょっと引き続き読みますね。ブレーキとアクセルを足で踏むんじゃなく手で操作できるように改造してもらって、車椅子を一人で持ち上げ後部座席に放り込むというゴリラのような所作を1ヶ月練習した後、母はどこでもビュンビュンと車を走らせるようになった。誰かに手伝ってもらうばかりの母が私や弟を学校や職場へ車で送ってくれた時、ようやく私も役立てたと嬉しそうだった。ちなみにドヤ顔で運転する母の映像はなぜか中国やタイやミャンマーで引くほど話題になった。ウケる。でまあそうしているうちにですね、もう10年フィットに乗ってもう買い替えないとねっていう話になりました。で乗りたい車に乗りたいということで、車椅子に乗っている母と知的障害のある弟がいる我が家は多分他の家族より選択肢の少ない生活をしてきたと思う。行けるお店も通える学校も着れる服も少ないのだ。車もそうだ。裕福でない私たちの予算で買えて、改造ができて駐車場に収まり、車椅子を積み込め乗りやすい高さの車を選んできた。乗りたい車ではなく消去法で乗れる車を。乗りたい車といえばあれしかないねと母の脳裏に浮かぶのは同じ車だった、死んだ父岸田浩二がこよなく愛したボルボだ。これね家族写真があるのでまた見てください。ここでは小さいと思うので。まだ足で立っている母の隣でどやりながら立っているようにボルボは浩二のすべてだった。父は古いアパートの歴史や教師をうまく残しながらリノベーションするのが仕事だった。ドイツや北欧の建築に掘り込んでいたボルボは北欧生まれの会社だ。阪神大震災でみんなの家や車がバッキバキに壊れていくのを見て、いざという時もクソ頑丈で乗っている家族を守れる車を選んだとクソ頑丈なボルボに全来信頼寄せていた。フルフラットになるシートに弟と私を放り込み、神戸の田舎町からディズニーランドまで爆走してくれた。絶対にいらんてと母から反対されながら別注で取り付けたサンルーフはやはり一度も開けることがなかった。そんな父は15年前に心筋梗塞で突然死した。父の愛がこもったものをそばに置いておきたかった。人生に迷った時、父が愛したものを見つめれば背中を押されるような気がするからだ。しかし私たちはボルボを手放したですね。父が設立した建築会社を畳むための費用、
高校受験を控えた私、障害のある弟、専業主婦でアルバイトの働き口しか見つからなかった母、保険金でなんとか生活はできるが余裕なんてない、会社を車検に出し維持するだけのお金がなかなかなかった、ということでボルボをね売ります。でボルボは、V40 っていうのが生産中止になったと聞くまでは、これは大事件である、ボルボといえど車種はたくさんあるが車椅子の母が運転できるボルボは1種類しかない、人気の SUV 型は座席が高く車椅子から乗り移れない、セダン型なら乗れるが V60 と V90 は横幅がでかすぎて普通の駐車場の幅では車椅子を横付けするだけのスペースが取れない、ということでボルボ V40 だけがまあ車椅子乗れる車ということで、買えるかっていう話になるんですけど、420万円ということで買えんわと諦めますが、V40 はもうこの1台限りなので399万円まで お値下げしますよと営業の方が言いますが、いや買えんわそうですよね、高いですよね、貯金をかき集めても足りない、母は年収や他の支払いとの兼ね合いで399万円のローンは組めないということで、もう終わりやんけと、あ本の印税があるということでですね、もうここをですね、もう全財産かき集めて、車を買うことを決意されます。ここが私いいなと思ったんですけど、399万円を来るかわからん非常事態のために置いとくより今すぐ399万円分家族が思いっきり楽しめる方がええ、今まで我慢してきたんやからお金はまた貯めるということで投資されていきます。はい、でこの車を買うんですけど改造しないといけないんですよね。でもねボルボって日本車じゃないのでなかなか改造するのが難しくて引き受けてくれるところがないんですよ。でもその営業マンはなんとか見つけてくれて、改造費が52万ということでってなるんですが、まあまあなんとかなります。でねこのねボルボってだからこう修理するのにも、車工場の方々にもすごい勇気がいることなんですね。めっちゃ高いからちょっともし失敗したらっていうことで、でもこの人がなんでしてくれたんですかって言ったらですね、何やったっけな、ね、そうこの人にね、改造を引き受けてくれた山本社長がまたいい人で、改造って大変じゃないですか、ボルボみたいに車ごと作りも違うしって聞いてみたら、大変です、家に帰ってご飯食べてる時もお風呂に入ってる時もずっとどう改造したらいいか考えていますって、そんなに大変なのにどうして引き受けてくださったんですかって言うと、僕も父親の足が悪くてね、車に乗るだけで、行動できる範囲もぐっと広がるし本人の楽しみも増えるじゃないですか、だからこういう改造を引き受けてるんですって、大切な人を思ってひねり出した新しい仕事がまた別の大切な誰かを幸せにしているのだ、全ては人を思う気持ちから始まっている、泣きそうになった、この人がいなければ私たちは一生ずっと夢を叶えられないままだった、ということで、なんていうかな、もうこのいい、なんていうかすっごい苦しい中なんですけど、なんだろうな、いい循環がねぐるぐる回ってるんですよね、この人の話を見ると。で多分これね、ああでけへんわって諦めたらただの終わりのことだったことが、一歩出る、探す、そして思い切るとかね、ここに投資しようとかいうことになった途端にすごい世界が広がっていくなと思いました。もう私はねこれ見てても泣きながら笑いながらワクワクしながらっていうすごい感情を揺さぶられる、家族の出来事でした。はい、ということで、何をどう言ったらいいかわからないんですけど、皆さんぜひ岸田奈美さんの本とかドラマとか見ていただきたいなと思います。なんかちょっと人生が変わるんじゃないかなと思いました。はい、
あ、皆さんちょっとじゃあ、しーちゃんも、やっこさんもありがとうございます。あもり、あもりパンさん、あまきこさんも、かよ先生もありがとうございます。かつみさんも、あ、リッツベイビーさんも、ともびきよさんですね。すごいたくさんの方ありがとうございます。ふみぽんずさん、グラモラスパンさんですね、ありがとうございます。えいここたにさん、高里さん、ピンクティーさん、おやつもこさんですね、ともこさん、パーさんと、まきかいさん、ありがとうございます。あーしーちゃん聞いてるだけで涙出そうだよって。そうですか、それだったらよかったなと思って、皆さんにこれね、私読むだけどう説明しようかなってすごい思ったんですけど、もうそのままいい話なので読ませていただきました。でね、ものすごい文章がうまくて面白いんですよね。なので岸田奈美さんね、漢字わかる？岸田奈美さん、はい、これも100文字で済むことを2000文字で書きますってすごくない？これ逆にしたいぐらいやのにね、面白い。ぜひ皆さんも読んでみて、なんか感想とかあれば直接私に言っていただけても嬉しいなと思っております。はい、ということで今日はこの辺に、また長くなりましたが、また来週の月火と、インスタライブさせていただきます。水曜日はカオルミの、ルミちゃんと一緒にね YouTube ライブをさせていただきますので、また皆さんよかったらお越しください。では行きますよ皆さん。さて、では今日も元気にいってみよう。